こんにちは、トッキーです。よかったらチャンネル登録といいねポチッと押してってください。本日は呉のレンガ通りにやってまいりました。こちらに定食の美味しいお店があるらしいんです。ていうか最近は定食シリーズが多いですよね。定食って栄養バランスも取れてほっこりするので、私もトッキーも大好きで、噂に聞くとつい行かずにはいられないんですよね。よかったらこのまま最後までお付き合いください。すごい並んでる。佐々木寿司さん20人30人ぐらい並んどって大人気。ということで本日お邪魔するお店はこのレンガ通り南口のすぐ入り口にあります。実はもう見えてるんですよね。こちらの横断歩道を渡るとすぐ到着です。旬の店寿司市さん、なんか敷居が高そうな佇まいです。私たちのような一般ピープルが入っていいのか。年末年始で出費がかさむのでお財布が寂しいんですけれども。フライ定食ある。あ、カキフライ定食、うん、あ、ほんまじゃ、あるある。カキフライ定食5つ、小箸2つ付き。里見はすんの、どうしよっかな。日替わり定食だってことじゃね。貝あら焼き、うん、定食が人気なんか、ね、あ、グラタンとかもあるんじゃね、和食屋さんの。日替わりがこの城のお刺身、肉じゃが、ほうれん草、卵とじ。このラインナップで800円って安い。よくない？あ、すごい、なんか肉じゃがの甘い匂いがしてきた。美味しそう。お昼は意外にもリーズナブルだったので一安心です。これなら予算内でいけそう。ということで早速お邪魔します。入ってすぐに掘りごたつ席が2択あります。8人ぐらいまで座れるかなといった感じです。真ん中を仕切って別々に使用することができるみたいです。奥に進んでみましょう。カウンター席が8席ほどありました。寿司市さんはカウンター寿司のお店なので夜はこんな感じでしょうか。ちなみに夜のメニューはこちら。カニを使ったお鍋だったり、フグもいただけるんですね。こんな可愛いお寿司の時計がありました。まずはこちら、ミックスフライ定食1000円。ミックスフライはエビ、白身、タコ、イカ、カキです。大きめで食べ応えのありそうなエビです。衣は薄めでこんがりときつね色に揚げられています。白身魚は中がふんわり。手作りのタルタルソースとお好みソースにつけていただきます。その他にほうれん草の卵とじ、肉じゃが、春菊やえのきの入った具沢山のお味噌汁、ご飯、そしてお漬物がついてきます。わ、美味しそう。カリッとして、タルタルソースも手作り、うん、いいね、小鉢もいっぱいある。うん、その肉じゃががめっちゃ美味しそうって思った。
続いてタイの荒炊き定食800円。これは大優勝じゃないですか。しっかりと煮込まれた大きなアラです。ごぼうとお豆腐が入っていました。わ、柔らかい、綺麗な身が。うまいよね、タイの。甘さ控えめ。ああ、確かに。あんまり肉じゃがも甘くなかった。この味噌汁も具だくさん。確かに安い。ということで、本日はカウンター寿司のお店寿司一さんで定食をいただきました。皆さんいかがでしたでしょうか。トッキー的には一品一品丁寧な仕事をされていて、さすがお寿司職人さんが作る定食だなと思いましたよ。カウンター寿司のお店で手頃なランチがいただけるのはお得感がありますよね。他にこちらのまかないちらし寿司も人気のようで、お昼前にはすでに完売してました。あとね、隣の方が食べられていた天ぷらうどん、大きなエビ天が乗っていて鉄鍋で提供されているので熱々で食べれて美味しそうでしたよ。お寿司屋さんだからきっと出汁も美味しいんだろうなって想像してました。11時オープンですが、昼時前には席がいっぱいになっていましたので、お早めのご来店がおすすめです。ということで、ちょっと早いですがメリークリスマス。皆さんはどんなクリスマスを過ごされるご予定ですか。ちなみにトッキーはもちろん今年も仕事です。私と娘は2人でちっちゃなケーキを買って食べたいと思います。皆さんのクリスマスもよかったらコメントで教えてください。ではお体に気をつけて素敵なひとときをお過ごしください。またねー。